日本関東地方茨城県つくば市、観音台農林桜通りの桜並木、ファマックつくば市天農業生物資源研究所農業、食品産業技術総合研究機構動物衛生、研究所、観音台は、茨城県つくば市にある町名。観音台1丁目から観音台3丁目まである。郵便番号は3 0 5 0八五六二千十二年四月一日現在の、 行政区別人口統計表による人口は1936人。観音台を通る農林桜通り沿いには約500本の桜の木が林立し、開花時期には筑波農林研究団地の研究補助に植えられた菜の花も咲き、周囲はピンクと黄色に染まる。筑波市の南部に位置し、筑波研究学園都市研究学園地区に属する。 地域内には、農研機構等の施設がある。桜並木があり、筑波市随一の桜の名所とされる。一丁目の一部は、筑波リサーチパーク離れであり、住宅地、消防署のほか小垣海金属、上野製薬等の電子応用機器、化学工業、薬品、電子工学、新薬、バイオなどの研究施設がある。二丁目並びに三丁目には、 農林水産省農林水産技術会議事務局、筑波山学連携支援センター、農研機構などがある。東は北中津南中津西は花里、八田部、南は高野台、若葉、若栗、北は今泉、上横葉と接している。住宅地の地下は2014年1月1日の工事地下によれば、 観音台一丁目34番19の地点で36,300円平方メートルとなっている。現在の観音台は全域がヤタベ海軍航空隊の飛行場跡地である。1932年に飛行場が完成した。ヤタベ海軍航空隊は1939年12月1日に霞ヶ浦海軍航空隊ヤタベ文献隊から独立した隊となり、 陸上機操縦教育を行っていた。観音台は芝張りの飛行場であった。第二次世界大戦後まもなくは、飛行場は荒れ地のままだったが、その後の地に転換され、さらに研究所や住宅地に変わった。1968年に研究所用地として土地が買収され、対象地に住んでいた住民は、上横場へ移転した。1975年に、 農林水産技術会議事務局1976年に農研機構1978年に農研機構1979年に農研機構が進出した。また、これらの研究機関の移転に合わせ桜の木が植樹された。2017年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、 観音大全域が、やたべ小学校、やたべ中学校となる。ありがとうございます。